全体がねパリッとしていきます。こうやってひっくり返す。そうす。おおおおお。どうも私です。ということで私はもう本当に4本目ということで限界足が出ておるんですけども、そんな私がこれから作っていきますのは、ほんまでっか TV で紹介させていただいたフライチキンで作るガッシュ。これがほんぱりまーす。しかもほんぱり簡単なので、今から作ってもいいかな。いいよ。リュウジのバズレシピ。なんと今日使うのはですね、本当に少ないです。調味料合わせて3つだけ。ピザチーズ、サラダチキン、あと片栗粉。じゃあもうやってっててでいいんだよね。じゃあこれでもうサラダチキンがあるじゃないですか。これをあら、これでサクより早いです。年狂ったかと思ったかもしれないですけど、これね実はサクより早いです。だから合理的なんです。そしたらこれを開けて、ほらホロホロじゃん。これがね一番簡単なの。ほらなんか3連パックで売ってるやつとかは結構ねボロボロすぎるんで、1枚で売ってるサラダチキンの方が、おしおしおしおめ。そしてここにダメ押しの片栗粉小さじ1杯、こんぐらい、はい、これで混ぜていく。片栗粉を入れることによって全体がまとまって焼いた時にねパリッとなります。あとに焼くだけ。はい、ここで十字ポイント。これから最上級のができるんで、最上級の自分になってきます。早く氷を。私がもう私であるために、私とご唱和ください。1、2、3、乾杯。じゃあもういい、もう帰っていい。じゃあもうしょうがないんで焼きます。はい、まずね中火でね熱してください。これそして油引かないでいいです。あのテフロンパンだったらからのこのホイキンで、ここに全部入れていきます。もうとりあえずねじ込んでください。ねじ込んでね、ちょっとね押し付けながらね焼いていくのがこっちでございます。全体がねパリッとしていきます。押し付けて焼くことによって、はい。そして縁がちょっとこう茶色くなるって感じですね。ここの縁わかりますか。これでパリッと焼けた合図なんで、はい。そして僕の場合はねこうやって蓋に乗っけます。蓋に滑り込ませます。そして蓋をかぶせてこうやってひっくり返す。そうっす。おほほほほ、完璧な焼き色じゃないですか。でこれはね生のもんを使ってるわけじゃないんで、両面がパリッと焼けたらもう完成です皆さん。そしたらほらこんな感じで動きますんで、ここで滑り込ませます。はい、もうこれで完成。黒胡椒じゃんけんなんで黒胡椒かけていきます。ちょっとねパセリもかけてあげた方がいいんじゃないかな。あーかわいい。それでは完璧な仕上がりになりました。サラダチキンガレットの完成です。ではできましたので食べていきたいと思います。食べさせてください。ビールでお願いします。じゃあ今回は札幌で僕は星になってきます。星になれたらいいの。あ、これは優勝したわ。はい、いただきます。もう手でいきたいと思います。じゃあいただきます。あこれうまっ。あ、ビールだこれ。めっちゃうまっ。なんで味付けしてないのに破滅的に美味しいですね。いやちょっとこれやばいな。パリッとして、あとお肉のうまみがすっごいあって、めちゃめちゃうまい。これそしてここでタレが見てみましょう。ケチャップとマスタードじゃないですか。これはこれですよこれ。そしてこうやって切り分けてピザ餅でケチャップからいきます。うまっ。そしてじゃあ次はマスタードソース、いただきます。
ちょっと待って、マスタードやばいわ。めっちゃんこうまい。めちゃんこです。うまい。じゃあみんなもレッツ酒。限界に近づいているのに皆さん見てください、外はねまだ明るいんですよ。もうこのいいよね、こういうなんかダメさ加減ね。まだ日が明るいうちに自分が酔っ払ってると、なんかああ俺はもう本当にダメであっていいんだと、世界から認められてるような、そんな感覚に陥るんでございます。